岩井洞洞窟第一洞窟岩井洞洞窟第四洞窟岩井洞洞窟、または岩井洞、岩影遺跡は秋田県湯沢市城院内あざ、岩井洞他に所在する縄文時代の岩影遺跡である。国の史跡に指定されている岩井洞洞窟は秋田県と山形県の県境、雄勝峠に向かう深く山あいに入り込んだ沢地にあり、雄物川の最上流に合流する雄勝川右岸に立地している。標高は約190メートルで、遺跡は山尾根の裾部に現れた全長約80メートルの凝灰岩土塔にできた大小4カ所の洞窟から成り立っており、高さ2メートルから8メートルの岩壁に向かって、左から第1、第2、第4、第3の順に並ぶ。いずれも縄文時代には住まいとして利用され、各洞窟内及び前庭部には異物包岩層が形成されている。1900年頃、すでに第2洞窟から土器や石器の出土が知られていたが、遺跡として注目されたのは、山下孫次ら地元の考古研究者が、精力的な調査を行った1962年のことで、その後1963年から1970年まで8次にわたって、雄勝町教育委員会、1976年には秋田県教育委員会が発掘調査を実施している。第一洞窟は稲荷社を祀るに際して、作幣と灯りがなされており、弾き、縄文時代後期及び、晩期の遺物が少量出土するのみである。洞窟の規模も小さく、前庭部も狭いので、もともと利用の頻度は低かったと考えられている。第二洞窟は、深さ約 1.2 メートルにわたって7層の異物堆積層があり、最下層である第7層からは、縄文時代早期末の剪定土器の一群、第5層から前期に属する大木1式 -5 式の各様式、また、第3第1層からは、後期中葉及び、晩期の縄文土器、俗縄文土器、弥生土器、弾きが相違的に出土している。第3洞窟は、洞窟内部は浅いが、前庭部には厚い異物堆積層があり、深さ約3メートルまで発掘調査がなされている。第3層までに、弾きから弥生土器、縄文時代晩期土器を経て後期までの異物の存在が、確認されているが、第4層は異物はないものの、後述の第4洞窟の堆積層検出状況を考慮すると、縄文前期以前の文化層はさらに下層に埋蔵されているものと推定される。第4洞窟は岩井洞洞窟の中で最も保存状態に優れており、異物出土量も最も多い。洞窟の奥行きは浅いが、間口は約4メートル、前庭部は少なくとも、前方、約20メートルにわたって、平坦面が続いている。1976年までの調査では、表土から岩盤まで14層を確認しており、その深さは約8メートルに達する。異物包岩層はそのうち、第1、第3、第5、第7、第9、第11、第13の各層で、異物は相違的に出土している。第1層は、弾き、弥生式土器、縄文時代晩期の土器、第3層は、縄文後期の土器、第5層は、縄文前期の土器、第7層以下は、縄文時代早期に属している。早期の堆積層が4層あり、上層から表裏に縄文が施されるもの、貝殻分、貝殻腹縁分、押し型分が施されるものがまとまって出土したことは、早期の土器の変年研究において重要な意味を持つこととなった。特に第11、第13層からまとまって出土した押し型分土器は、調査段階では従来の東北地方ではほとんど不明だったものであり、学術上極めて重要な考古資料となった。石器は、石属、局部魔製石斧、石べら、尾石、石碑、礫器などが多数出土している。なお、第7層からは、炉跡と考えられる、小土遺構を検出している。以上より、縄文時代中期を除き、かなり長期間にわたって、住居として利用され続けた岩影遺跡であることが理解できる。住まいとして利用されたことがジオラマとして復元され、院内銀山異人館に展示されている。ありがとうございます。